神聖主願望、天のこの神聖主待望論ってことなんですか。自分がそれでなくちゃならないっていう考え方はね、一体何なんだろうねって思うでしょ。だってそれなら知ってるはずなの、自分がそれだと。じゃ あ、知ってました。自分がそれです。っていうふうにおっしゃる方が多いけど、なんかオブラート包んだった。ね。じゃあ、オブラート包んでることバレないように、薬物に手を。そこまでして、それも悪人レベルでしょ。で、それを必死で背負うの。そんなのね。じゃあ、うちと結婚しようと。救世主ならうちと結婚せんでいいの？な？うち救世主と結婚すんちゃうで。なんで言われたの？せっかく救世したのにって。何やそれ。怒られてもな。ね？で、結局うちにひどいことしたり、うちに嫌がらせしたり、先のバッグみたいに。資本に。関係ないよ、うちの配偶者と救世主。みんなはそうでしょ？自分ちの配偶者と救世主。関係ないでしょ？あったら怖いよ。おかしいな。いや、それは救世主が頭おかしいかどうかなんしちゃうで。そういった問題とは別やん。でしょ？頭おかしくない救世主も。な。でも関係ないやん、うちにはそんな人。頭おかしい人も、頭おかしいからうちに関係あるんじゃないし。救世主だからうちに関係ある。じゃあ、僕は頭おかしくて救世主です。関係あるでしょって言うの。関係ない。どっちの要素も関係ないんだ。じゃあ、僕は頭おかしくない。頭おかしくありません。だけ言いやん。で、救世主でもありません。って言ったら、クリアなのにね。で、どうすんのかな？さっきまでそうでした。いや、関係ないです、そんなに。いや、今違う人です。それ、憑依現象の説明ですかやったら。うちのこと殴ろうとしたのに。わけわからないですよ。それが救世主？それはね、実は皆さんのね、優等生願望、優等生でいたいという願望が原因なんです。優等生でなければならないという焦りが、恐れが、優等生じゃないという驚きが、恐怖。自分は優等生ではないのだという恐怖感。最後、あなた方は救世主なる幻想に駆り立てるねん、実は。それもそう、自分自身がそれなければならないというふうに、思っちゃうわけ。優等生崩れの末路が、救世主やねん。で、そんな人とうち全然関係ないから。